と無事だって。でもうち7番街のすぐそばだし電話も繋がらないし。通信障害も起きてるって話だからそのせいだよ。本当？多分。重役会の結果次第ではプレートの再建と町の復興を並行して進めることになる。どちらも我々都市開発部門が受け持つことになるだろう。そこでリーブ統括の指示により3年5年10年とチームごとに段階的な計画書を作成することになった。また忙しくなると思うが早急に進めてほしい。何か見たんだ。廊下を歩いているのをしっかりとこの目で。不確かな情報をばらまくな。いやいやいや、こう目の前を通っていって、もうびっくりしすぎてちょっと痩せたんだから。ないか。侵入者に関してはうちで対処している。でもプレジデント、わし本当にリーブ。はい、7番街の被害報告が出ました。倒壊した家屋の数が。暗いニュースは結構。え？他にないのか。では7番プレートの再建計画について。再建はしない。古代史の協力が得られることになったからな。いえ、だからといって再建しないわけには。ネオミッドガルよ。約束の地に新たな魔法都市を建設する。ちょっと待ってください。我々はまだ約束の地の正体すら。自発的な協力を強制的に引き出す方法を試してみないか。大事な古代種だ。壊さないように最大限の注意を払う。拷問なら私に任せて。戦場仕込みでよければ俺も手伝おう。肉体よりも精神的に痛めつけるやり方が私は好きでね。うひょっ。方法は任せる。ただし母親の二の舞は許さんぞ。ああ、
それに関連して考えていることがある。つまり古代種の繁殖だ。古代種の男が見つかればいいが、望みは薄いだろう。ソルジャーあたりから始めようかと。もちろん S 式 G 式も試そうと思う。加えて目下私の興味は一種後輩にあってね。どうだろう、気になるだろう。他になければ。プレジデント、解散とする。待ってください。匂うな。どんな感じだ。白衣の男を追う。そいつが科学部門統括の北条だ。よっしゃ、うまくいったな。掛け合わせてみるか。どんな子供になるか。違う、まず吐かせないと。薬を使うか。壊れなければいいが。行くぞ。おう。まずは、いや、それよりも、やはりこっちの方が、なんだね。ここじゃなんだからよ、仲良く中へ入ろうが。君たちはあれだろう、
なんとかいう犯罪組織だろ。それならここに用はないはずだ。プレジデントは上だ。ほら、行きたまえ。うるせえ、とっとと歩け。全員動くんじゃねえぞ。押さないでくれ。私は君らと違って繊細なんだ。そりゃ悪かったな。目的を言いたまえ。仲間を解放してもらおうか。仲間？エアリスはどこだ？おお、彼女の知り合いか。それはそれは、ああ、なるほど。ということは、つまり。何ぶつくさ言ってやがる。いやね、君たちが死んだら彼女はどんな顔をするかなと思ってね。うん、容赦は無用だな。遊んでやれ。私に任せて。この者を一撃。
データから算出した結果、この人数で十分に対応できるということなんでね。なめられたもんだぜ。エアリスを返してもらおう。返す？返すとは？私の記憶が確かなら、彼女は自分の意思で来たはずだが、それとも何か、彼女は君の所有物なのか。マネーを使って脅したからだろうが。見解の相違だな。君たちには分からないだろうが、ここには世界を変革するに足る貴重な実験体たちが眠ってるんだ。慎重にやってくれよ。そっちは任せる。よし、やっちゃおう。任せとけ。計算を間違えたみたいだな。未知の要因があるのか。まあいい、増援は手配済みだ。残念だな、間に合わない。
れや。行かなきゃ。エアリス、どうなってる。追いかけよう。何なんだよこいつ。興味深い問いだ。あ、しゃべった。あ、私とは何か。見ての通りこういう生き物としか答えられない。あれこれ詮索せずに受け入れてもらえると助かる。北条がつけた型式番号だ。じゃあ本当の名前はなんていうの。逃げられたか。あの野郎どうする。追いかけるか。怪我の治療を優先したらどうだ。でもよ、七番街は放っておくのか。我々に何ができる。そもそもあれは必要だったのか。拒否したところで他の誰かがやっただろう。
その誰かを自責の泥沼から救ってやった。そうは考えられないか。無理だぞっと。ではこう考えろ。犠牲は星へのちょっとした礼だ。はあ？使うばかりでなく時には返してやらないとな。本気で言っているのか。さあな。はい、了解しました。副社長がお呼びだ。クラウド、よかった、目覚めた。大丈夫？ああ。ここ。子供の頃、ここで暮らしたの。寝てた方がいいんじゃない？お母さんと二人でね、ここで眠ったんだよ。部屋あの頃のまま。心配させんなよ。大丈夫ならいいんだけど。毎朝お母さんだけが連れて行かれて、よく一人で泣いてた。エアリス、脱出の前に話してくれ。いろいろあるはずだ。私は古代種の生き残り。それはもういいよね。あ、古代種っていうのはシンラがつけた名前ね。本当はセトラっていうの。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く、そして約束の地へ帰る。地上の幸福、星が与えし定めの地。すごい。まあな。でもおとぎ話だと思ってたぜ。シンラは違う。約束の地ずっと探してる。エアリスは知ってるの？約束の地。
何にも。いつかわかるのかもしれない。でも今は全然。もし分かってもそれは古代種、いやエアリスの約束の地だ。たとえ魔法が吹き出す豪勢な場所でも、神羅には何の権利もねえ。横取りしようってか。はっ、少年は浅ましいぜ。よし、お前はエアリスを連れて脱出しろ。俺は連中をひねりつぶしてから帰る。バレット、あのね、違うの。ったく、何なんだよこいつらは。神羅星の化け物か。フィーラーだ。運命の番人という理解が最適だ。運命の流れを変えようとする者の前に現れ、行動を修正する。運命って、運命？言い換えれば、この星が生まれて消えるまでの流れ。その流れはもう決まっている、そういうこと？ああ、星は力尽きてしまうらしい。んな真っ暗な未来に向かって俺たちを送り込むのか、フィーラーはよ。待て待て待て、そもそもなんでお前はそんなこと知ってるんだ。難しい顔して適当なこと言ってんじゃねえのか。さてはてめえ、神羅の犬だな。犬ではない。エアリスが私に触れた時、フィーラーの知識もそこにあった。あのね、聞いて。エアリス、私たちの敵は神羅カンパニーじゃない。きっかけは神羅だけど、本当の敵他にいる。私、どうにかして助けたい。みんなを、星を。エアリスは何を知ってるの？今は迷子みたい。動くほど道がわからなくなる。フィーラーが触れるたび、私のかけらが落ちていく。黄色い花が道しるべだったんだ。大丈夫、一緒に考えよう。ようやく見つけたぞ。おい、何をする。やっと会えたっす。ウッチ、どうして。お前大丈夫なのか。エルミナさんのご飯が美味しくて。ってそんな話してる場合じゃないっす。もうすぐ。今の何、爆発？近畿アバランチの作戦っす。混乱を起こしてプレジデントを狙うっていう。間に合わなかったな。今の爆破で警戒態勢に移行した。え、閉じ込められた。慌てるでない小娘、見ろ、研究施設内はまだ移動可能だ。屋上まで行ってください。本家のヘリが待機してるっす。本家のヘリだ。奴らが俺らを乗せるはずねえだろうが。頭下げたっす、何度も下げたっす。ベッチ、それじゃあまた後で。
ったく、あいつ勝手に動きやがって。でも助かった。帰ったら説教だな。
屋上に向かえばいいんだよな。北条が逃げ込んだエレベーターが使えるようだ。エレベーターってこっちだったか。そうだ、北条の匂いがまだ残ってる。は任せろ。調子に乗る。よかった。刻む。連携しよう。頑張るね。来い。
行こう。うん。なんだここ。北条の施設、神羅の闇。ぶっ壊してやりてえが時間がねえ。さっさと屋上へ行こうぜ。誰や。ジェノバ。母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。やはり仮説は正しかった。今度は期待を裏切らないでくれよ。進むぞ。
手を貸そう。頼む。どうした？あれを使えば向こう側へ行ける。ふん、私なら飛べそうだ。頼めるか？ああ。悪いもんばっか作りやがって。地下四条で苦戦だな。あそこでやったんだろ。続けるのか。俺の見せ場だ。まだまだ。どんな割よ。どうよ。逃がさねえぞ。
がっている。貫く。無駄無駄。何？こっちだ。いいけどよ。出口か。これからどうする？まずティファとエアリスを見つける。それから屋上だ。どっかにエレベーターがあるんだろう。邪魔は入ったがやることは変わらねえ。さあ行くぞ。扉がロックされたようだ。引き返すのは無理だな。
たもんだな。やったね。ナイス。待ってて、私たちもそっち行くから。向こうに何かあるようだ。そっちは無事か。この通り。でもどうしよう、この部屋出られないみたい。ああ、聞こえるかね。北条。どうだね、私の実験場ドラム、すなわち世界の最先端の居心地は光栄に思いたまえ。私の大いなる仮説の検証に君たちも貢献させてやろう。は？準備が整い次第第三研究室の扉を開ける。あ、いや、そこにいるならちょうどいい。準備の方も手伝ってもらおうか。有益なデータを期待しているよ。準備だ、あの野郎、何を勝手に。もしって先に進めない。やつのことだ。都合のいいデータが取れるので、ここから出す気はないだろうな。研究室って言ってたよね。先上で扉を見た気がする。行ってみる。私の出番だな。制御盤がない。こちらからは進めそうにないな。様子ずっと変だったよね。うん、でも心配ないよ。それよりティファは？え？平気だよ。研究室の扉はあったけど、まだ開かないみたい。そうか。あのね、
北条が言った準備、あれを操作するんだと思う。中央端末か。なるほどな。分かった。俺たちは中央端末を目指す。連絡するまでそこにいてくれ。何の研究だよ、ったくよ。空から来た最悪、ジェノバ。北条の半生はジェノバに捧げられている。電気なんか聞きたくねえよ。この施設で行われているのはジェノバ由来の生態情報を生物や機械に埋め込んで強化を試みる研究だ。北条は実験体の仕上げを我々にやらせる気のようだ。ああ、あの野郎どこまでふざけてやがる。すでに実験体の運命は決まっている。楽にしてやろう。まず中央へつながる通路を探そうか。倒せない相手。
ティファーたちがいるのは第三研究室の前だったよな。スイッチは4つ、研究室も4つあるらしい。なんだ？輸液確認、輸液確認。該当エリアのサンプルテストを開始します。二人に声をかけてね。十分に注意して進め、とな。ティファン、聞こえるか？中央端末を操作した。扉は開いたはずだ。
諦めないから。ここからよろしくね、私の出番。これ、うん、砕けちゃう。それやっ、いけそうかな。私に任せて。ここが出口？
北条博士嫌い。二人ともそこにいてくれ。何かあったら連絡する。うん、気をつけてね。サンプルテストを開始します。
開始します。整備班は退避してください。テストを開始します。遠慮はいらない。どこが来たな。そらえた。
開始します。正義班は退避してください。テストを開始します。いつも負けっかよ。悪いがよ。これでも食らえ。無駄なこと。テストを開始します。正義班は退避してください。テストを開始します。よろしく伝えてくれ。うん。何がどうなってある。確実に。
ている。俺の見せ場だ。下がっている。ここで仕掛ける。なんだ今の。北条は。すまない、逃げられた。実験体に資源は不要だ。改造あるいは解剖か。まともじゃねえな。もうなんだ。
この辺りにもエレベーターはないようだな。ティファたちに報告しておこう。研究室か。扉を開けるには中央の端末まで戻る必要がある。通ってきた扉はもう閉まってんだろ。どうする。見
道がつながっていればいいが。